ケイトス島へようこそ。ようこそ、ようこそです。お客様、私が島を案内しましょうか。案内しましょう、しましょう。先に博士に会わせてくれる？大事な用があるんだ。いいよ、私が博士のところに連れてってあげる。メロは一人で遊んでて。メロ、メロ。博士はスケジュールがいっぱいで今どこにいるかわからないわ。博士は忙しいのかい？最近お客さんがよく来るからそれで忙しくなったの。あ、いたわ、博士はあそこよ。ハンナ、おかえり。ずいぶん遅かったわね。ねえ博士、私とメロ悪い奴らに捕まってもうちょっとで帰れなくなるところだったの。え？悪い奴ら？レインコール島の奴らのこと？違うよ、レインコール島に近づくなっていう言いつけはちゃんと守ってるもん。違う悪い奴ら。また面倒に巻き込まれないといいけど。このお客様のおかげで私たち戻ってこられたんだよ。お客様が博士に用があるって言うから連れてきてあげたの。へえ、あなた誰？ごめんなさいね、ここは私有地で部外者は立ち入り禁止なの。観光客の方はお引き取り願います。へえ、なるほど。あなたもアストロナジーが欲しいのね。ええ、ハンナから聞いたでしょ。この島に私を訪ねてきたのはあなただけじゃないって。でもあなたとあの人たち相性が悪そうね。それはどんな人たちなんですか？アイダの子よ。はいはい、先に言っておくけどここで揉め事を起こしたら承知しないから。わかりました、ルールは守ります。だからそいつらに会わせてくれませんか？うん、まあいいけど。でもそうね、物を壊したらきっちり弁償してもらうわよ。私の言い値でね。ハンナ、お客様を案内してあげて。ん？あなたもここを見つけるとは。なんでここに？こんなことになるならカレードのところであなたを始末しておけばよかった。お客様方、ここで喧嘩はダメ、みんな仲良く仲良く。よかろう、客人たるもの他人様の土地ではルールを守るのが務め。ジークはどこにいる？ジークは博士と大事な話をしてる。でもあなたには会いたくないでしょうから、せいぜい一人で頑張りなさい。そりゃどうも。お客様たち、どうしてそんなにツンケンしてるの？でも私思うの、みんな仲良く協力し合えばどんな困難も乗り越えられるって。そうじゃない？博士が言ってた、消えていいのはすっごくすっごく悪い人だけだって。でも私、あなたももう一人のお客様もいい人だって思うよ。あはは、私に知らないこともあるからかな。行こうか、博士のところに連れてってあげる。お客様、早く。あら、はぐれちゃったのかな。あれはジークか。
らあら、邪魔が入ったわ。やっぱり来たか。みんながあなたとシャーリーを心配しています。俺にはやらなきゃならないことがある。シャーリーのためだろ。アイダの子がシャーリーを救ってくれるとでも思ってるのか。お前に何がわかる。俺もお前も一方の主張を信じているだけだろう。博士、実験はいつから始められますか。今では今すぐ始めましょう。ジーク、落ち着いて。何があったんだ。
ジーク、ジーク。あら、ごめんなさい。どうやら実験は延期するしかないようね。延期だって。博士、シャーリーは大丈夫ですよね。妹さんはかなりのレアケースね。今までこんな状態で生きながらえている個体は見たことがない。あのサイボーグのお友達、妹さんに何をしたのかしら。技術はすごいけど、ひどく無謀ね。彼女たちは顕微鏡を使って体内の変異反応を強引に抑え込んだ。妹さんを救いたいなら、その禁じ手を解かなければならない。でも禁じ手を解けば、シャーリーの変異反応が進んでしまうのでは。そのリスクはある。でも禁じ手を解かなければ、変異から回復する手立てすら見つけられない。ただし失敗すれば、状況は悪化の一途をたどることになる。改めて実験全体に必要なエナジーの量を計算してみた。簡潔に言って、手元にある量だけではとても足りない。あとどのくらい必要なのです？多ければ多いほど。言っておくけど、これはビジネスよ。私にあなたたちを助ける義務はない。彼女。わかりました。俺が何とかします。ジーク、出してくれ。頼む、力になるから。ほっ、やっ。ジーク、あなたたちの関係はちょっと複雑みたいね。ジークが救おうとしているこの子はあなたの友達？シャーリーは今元気なんですか？そうね、なんとか命をつないでる。でも人格や意識は彼女の奥深くで眠ってて、どんどん呼び覚ますのが難しくなってる。エナジーが人工神経のつなぎ目に行き渡らなければ、この子が目覚めることは二度とないと思ってちょうだい。俺に手伝えることはありますか？あなたは強いってハンナが言ってたわ。ちょうどあなたにぴったりの仕事がある。ついこの間、ラベンジャーにとっても貴重な設備を盗まれたの。あれがないとシャーリーの病状が安定しない。でもうちのチビちゃんたちには取り戻せない。そこであなたの出番ってわけ。そのラベンジャーはどこだ？奴らは下のレインコール島に隠れてる。とある事情で、いいえ、技術的な要因で一時的にそこに足止めされてるの。位置情報はハンナに伝えておく。あの子が敵の発見に協力してくれるはずよ。
Thank you.